はい、では続いては、ドレスの歩き方、はい、こちらをご紹介していきたいと思います。で、皆様にこちらも結構見られる、ね、ポイントではありますので、ぜひちょっと、こちらでお勉強していただけたらと思います。はいはい、ではまず、ご新郎様エスコート、これは変わらないですね。では腕組みしていただいて、そのまま歩いていきます。はい、でもこのまま新郎様は、ね、ドレスをちょっと踏まないようにだけ注意していただいて、このように歩いていきます。ね、ご新婦様はちょっとお膝でこう前を蹴っていただくっていうのもポイントで、よろしくお願いします。で、周りにね、ゲストの方々、あ、踏んじゃいましたね。今ちょっと水谷さん危なかった。何ね、危ない。はい、このように新婦様ですね、うまくこう歩けるときと、こうドレスを前で踏んでしまうときもあります。で、こうなってきたときにそのまま進んでしまうと、新婦さんはね、こけちゃいます。はい、なので気をつけていただいて、一歩必ず後ろ下がってから、はい、再スタート。はい、こうです。さすが水谷さん、お上手ですね。はい。はい、で、実際にこのようにですね、新婦様が危ないってなったら、新郎様絶対気づいてあげてください。はい、で、止まってあげてくださいね。はい、ご注意ください。で、皆様にね、笑顔でご挨拶していただいて、そのまま進んでいきます。メインテーブルまで来ましたら、ご新郎様お腕組みからエスコートに変えていただきまして、そのままご新郎様先導で進みます。で、ここまで来たらもう一回お腕組みで、皆様にご一礼します。はい、で、この時もブーケはこの、はい、お腰の位置で、姿勢綺麗な状態でお願いいたします。はい、それでは続いてはご新婦様の座る時の姿勢について、ご紹介いたします。では今、水谷さんに、はい、こちらメインテーブルに座っていただいてます。で、実際にこう席かけていただく際は、姿勢をですね、背筋ピンとこう伸ばしていただいて、ちょっとね、肩甲骨を寄せるぐらいのイメージで、肩もこう、はい、張っていただくと、ドレス綺麗に見えて、前方からもそんなに綺麗に見ていただけますので、ご注意ください。で、時々ね、はい、水谷さん、あ、こうちょっと疲れちゃってね。はい、背もたれも打たれちゃう、時々は大丈夫です。ただちょっとだけ意識しましょう。で、時々、はい、こう手の先ほどだと手をこう重ねて、はい、綺麗にしてくださってたんですけど、ちょっとね、はい、開いてしまうということもあります。こちらも時々は大丈夫ですが、はい、ちょっと意識していただくと、皆様にもね、綺麗に撮っていただけます。はい、もう一つ、あ、だいぶ疲れちゃいました。じゃあ、お顔は前なんですけど、お顔下向けることはあんまないと思うんですけど、はい、ちょっと猫背に、はい、なる方も時々いらっしゃるので、はい、ちょっと気をつけて、もう落ち込んじゃってますので、ね、ちょっとね、はい、背をこう綺麗に、はい、貼っていただくと綺麗でございますので、はい、ご注意お願いします。はい、では続いては、新婦様のグラスの持ち方をご紹介したいと思います。では水谷さんにちょっとグラス持っていただきます。はい、あ、もうやっぱ完璧ですね。はい、はい、では今こちら正解です。新婦様の持ち方としては、片手でここの棒のところですね、持ち手のところを持っていただき、そこをこう添えていただくのがベストでございます。時々こう、そうなんです、片手でね、お持ちいただく、結構、普段だとこれが、正解ではあるんですけれども、結婚式の時はこう、はい、丁寧に添えていただきたいと思いますので、ご注意お願いいたします。はい、それではこちら今私たちフォルトゥナの前室の空間にいるんですけれども、もしメインテーブルをですね、お二人のご希望でこういう白いソファー今かけてるんですけど、こういうソファー席にされるご希望のお客様もいらっしゃいます。で、その場合だとちょっとポイントがまた変わってきますので、ご紹介をしたいなと思うんですけれども、先ほどのテーブルタイプとは違って、前方が
こうドレスのね全体が見えるっていうのがあのソファー席のすごいいいところではありますので、ちょっと綺麗にね見ていただけるように、ご神父様は後ろにちょっとかけすぎないぐらいがいいです。ちょっと前の手前にかけていただくと前のドレスのところが上がりすぎないっていうところがございますので、そちらを意識してくださいでね、先ほどと一緒で背筋ピンと、はい、張っていただくようお願いします。で、ね、時々ちょっと後ろちょっとかけていただいてもいいですか。はい、そうするとこれぐらい上がっちゃうんですよね。で、お足元がすごく見えてしまう形になるので、それを避けるために、はい、さすがお上手です。このぐらい、はい、まあ、スタッフがあの常にそばにいて、ちょっと前にかけれますかってお声掛けをするんですけれども、ご自身でもちょっと意識していただけると幸いでございます。はい、それでは本日はちょっと神父様の、はい、見え方講座を開講いたしましたけれどもはい、どうでしたか。ちょっと実際に花嫁様の気分になって水谷さん今日やってもらいましたけど、大変ですよね。ドレスも重たいし、はい、慣れてないから、なので、ね、ぜひ、はい、新郎様にはしっかりとサポートしていただきたいなと思います、ね、そうですね、はい、新婦様も一生懸命頑張って歩いていらっしゃる中で、まあ、新郎様も、ね、タキシードでなかなか普段着慣れない部分はあるとは思うんですけれども、ちょっと新婦様を、はい、見ながらこちらの動画もね、はい、そうです、ちょっと見ていただいて、当日しっかりとお二人で一緒に歩いていただいて、素敵な、ね、お写真とか映像を残していただきたいなと思います。もちろんゲスト様と、ね、楽しんでいただくのが一番ですが、よろしくお願いします。ではまたちょっと他の動画ででもいろいろと、まあ、マナーの講座というかリハーサルの動画でしたり、いろいろご紹介もしてますので、ぜひそちらを結婚式に向けて勉強のために見ていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではまたチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。